落ちる黒い影。16歳の頃に交通事故に遭って、右足を骨折して数ヶ月入院することになりました。私が入院した病室は4人部屋で、そこには同じ年頃の女の子が3人入院してたのです。一人部屋ではないことにがっかりしましたが、年も近くて話も弾み、楽しい入院生活を送っていました。入院して2週間ほど経った頃、同じ病室の A さん、B さんが退院することになりました。そのために私と C さんは、それまで A さん、B さんが使っていた窓際のベッドへ移ることになりました。C さんとなんだか寂しくなったね、と言い合って、その日は眠りましたが、私は夜中に、変な物音で目が覚めました。コツコツと硬い物を叩く音がどこからか聞こえてくるんです。 C さんが何かしているのかと思って、ベッドの仕切り、カーテンを開けましたが、C さんのベッドは明かりがついていませんし、どうやら眠っているようです。私もその日はとても眠かったので、そのまま朝まで眠っていました。しかし翌日から同じような時間に同じような音が聞こえてくるようになったんです。時間は毎晩3時ごろ。何度確認しても音の出所が分かりません。窓からかと思いましたが、窓の方を向くと途端に音が止むのです。 C さんに相談しましたが、全く聞こえたことがないと言っていたので、ますます気になってしまいました。ある晩、いつものようにあの音が聞こえてきたので、私は急いで窓の方へ行き、その窓を開けました。すると、上から何かが落ちてくる影が見えたんです。もしかして屋上からの飛び降りかと思って、急いで松葉杖をつきながら当直の看護婦さんがいるところへ行きました。そこにちょうどいた婦長さんに今起こったことを説明すると、婦長さんは顔を青ざめつつ、夢でも見たんでしょう、体に触るので早く病室に戻りなさいと言って、半ば無理やり話を切り上げられました。私も見間違いかと思ったのですが、その次の夜も、また次の夜も同じ影が落ちるところが見えるので、これはもしかして幽霊なのではと思って怯えて過ごしていると、決定的なことが起こってしまいました。いつものように眠っていて、いつものように物音がして起きて、いつものように
窓辺の落ちる黒い影を見たまでは今まで通りです。しかしその日はその影が落ちた後にドサッという鈍い物音がしました。え？慌てて窓を開けて下を見た瞬間、ぐいっと何かに腕を引っ張られたんです。なんだと思って引っ張られている手の先を見ると、黒く長い髪で顔が隠れた女の人が私の手をぐいぐいと引っ張っているのが見えました。顔ははっきり見えなかったのですが、口が異様に大きく耳まで裂けており、それがよだれを垂らしながらニタニタ笑っているんです。突然の恐怖に声を出す間もなく、病室は5階だったので落ちたらひとたまりもないと思い、必死に耐えていました。しかし相手の力が強くて、あ、もうダメだと落ちそうになりました。するとその瞬間、誰かが私を部屋側へ引っ張って助けてくれました。慌てて振り向くと、そこには顔をこわらせた C さんがいました。どうやら私は毎夜ブツブツ独り言を言いながら窓の方を見ていたそうで、怖くて見ないふりをしていたそうです。でもこの日は窓を開けて下に飛び降りようとしているのを見たので、危ないと思って助けてくれたとのことでした。引っ張られていた手を見ると強く握られ、指の跡が紫の肌になってついており、爪の引っかき傷もあります。当直の監獄さんのところで事情を説明して手当てをしてもらった時に聞いたのですが、この病院には以前から上から落ちる影の噂があったようです。でも噂なので皆知らぬふりをしていたけど、もしかしたら昔に何かあったのかもと言われました。今ではその病院の全部の病室の窓に落下防止の対策がされています。あの黒い人影、そして不気味な女性は何だったのか、府長さんなら知っていそうですが、聞く勇気がなく退院してしまいました。その病院は今でも運営しています。いなくなった母親の行方。その夫婦はとても仲が悪く、喧嘩が絶えなかった。そしてついにある日、口論の末に夫は妻を殺害してしまった。
遺体を見つからない場所へ隠した夫は、その後何事もなかったように生活をしようとするが、問題があった。その夫婦には子供がいたのだ。子供には何と言えばよいのか。そう悩んでいるうちに、数日、一週間と時が経ち、一ヶ月が過ぎようとしていた。しかし、不思議なことに、子供は全く母親の行方を聞こうとしない。もしや、この子も母親が嫌いだったのか。いや、それにしても、全く母親の話題を口にしないのはおかしい。たまりかねた夫は、思い切って、探りを入れてみることにした。なあ、まるまる。かっこ、子供の名前。お父さんに聞きたいことあるかい？例えば、お母さんのこととか。すると、その子供は、こう答えた。なんで、お父さんはいつも、お母さんをおんぶしているの？これは仲の良い友人たちで集まって夏に海へ遊びに行った時の話です。最初は浜辺ではしゃいでいたのですが、そのうち仲間の一人が、あそこから飛び降りてみようぜと小高い崖を指さしていました。その浜辺にはちょっとした崖になっている部分があり、飛び込んで遊ぶには格好の場所です。高さはさほどないのですが、小さい頃は飛び込むのも勇気が試されたものです。久しぶりに海に来てテンションの上がった私たちは早速その崖に登りました。仲間の一人が高性能のカメラを持ってきていたので、みんなで思い出作りにと面白いポーズを撮って飛び込む瞬間の撮影をし、しばらく遊んでいました。どのくらい経ったでしょうか。しばらくすると、あれ？ N どこ行った？と一人が言い出しました。いつの間にか N の姿が見当たりません。みんなで浜辺を探し回りましたが、見つからず、監視員のお兄さんにも話をして一緒に探しましたが、やはり見つかりません。皆がひょっとして海でと最悪の事態を考えていました。そのうち日も暮れてしまい、あとはこっちで探しておくから帰りなさいという監視員の方の言葉で泣きたくしました。 N が見つかったのはそれから1週間ほど経ったことでした。残念ながら悪い予感は当たっており、
N は海で溺れたらしく帰らぬ人となっていました。ショックを隠しきれない私たちはかなり動揺しましたが、いつまでも落ち込んでいては N の魂も浮かばれないぞと思い、せめて最後の思い出となった海ではしゃいでいる写真を N 家族に渡そうと思いました。ですがその写真の持ち主 Y がいまいち乗り気ではありません。問い詰めてみると何やら変な写真が写り込んでいるというのです。あまり喋りたがらない Y の態度にしびれを切らした私たちは Y の家で写真を見ることになりました。写真には楽しそうな皆や N の姿がありました。なんだいい写真じゃんと Y に言うと、最後まで見てよと一言。最後に出てきた写真は N がふざけたポーズで海に飛び込む瞬間の一枚でした。しかしその後ろには海から伸びる無数の白い手がはっきりと写っていたのです。大学生の時に同じ学校の友達が体験した恐怖体験です。ある夜、友達が私のアパートに駆け込んできました。まるで怖いものを見たように青ざめた顔で、部屋の床にへたり込んだ友達に何があったのかと問うと、こう言ったのです。風呂に入っていて追い焚き機能のボタンを押そうとした時、間違って呼び出しボタンを押してしまった。その時風呂の外から女の声で、待ってて、今行くからと聞こえてきたのだというのです。友達は結構いい賃貸マンションに住んでいるのですが、実家は地方のため私と同じ一人暮らしです。彼女もいません。一体誰の声だと思った途端、悪寒が押し寄せてきて震えが止まらなくなったそうです。怖くて風呂から出るのもためらわれましたが、風呂から出ないことには外にも行けない、そんなわけで脱いだ服を慌てて着て逃げるようにマンションから飛び出してきたというのです。部屋の中に女の人がいたのを見たと私の問いかけに、友達は小さく、わからない、怖くて
脇目も振らずに家のドアまで向かった。でもドアにはきちんと鍵がかかっていて、チェーンもしていたんだ。大学から帰って俺が戸締まりをした。鍵はかかっていた、間違いないんだと、ガタガタ震えながら言いました。結局その日は友達を家に泊めましたが、電気を消さず冷蔵庫に入れてあった酒を浴びるように飲み、なんとか気持ちを落ち着かせていたといった状態でした。そして彼はそのまま実家に帰り、両親がマンションの荷物を引き取りに来たようです。それ以来連絡を取っていないので、その後のことは分かりません。あの話を聞いて以来、私は風呂の中で呼び出しボタンを押さないように細心の注意を払っています。あなたの娘さんは地獄に落ちました。ある病院に残り3ヶ月の命と診断されている女の子がいました。友達が2人お見舞いに来た時に、その子のお母さんはまだその子の体がベッドの上で起こせるうちに最後に写真を撮ろうと思い、病気の子を真ん中にして3人の写真を撮りました。結局それから1週間ほどで急に容体が悪くなり、3ヶ月ともたずにその子はいなくなってしまいました。葬式も終わり、多少落ち着きを取り戻したお母さんはある日、病院で撮った写真のことを思い出しました。それを現像に出し、撮りに行ってみると、その写真が見つかりません。写真屋さんに聞いてみると、いやー、現像に失敗して、というそうです。不審に思ったお母さんは、娘の生前の最後の写真だからとしつこく写真屋さんに迫ったそうです。写真屋さんもしぶしぶ写真を取り出し、見ない方がいいと思いますけど、驚かないでくださいねと写真を見せてくれました。そこには3人の女の子が写っていましたが、真ん中の亡くなった女の子だけがミイラのような状態で写っていたそうです。それを見たお母さんはとても驚きましたが、供養してもらうといい、写真を持ち帰りました。それにしても恐ろしい写真だったため、霊能力者のところに供養してもらうときに、これは何かを暗示しているんではないかと尋ねました。
すると霊能力者は言いたがりません。やはり無理に頼み込んで話を聞けることになりました。その霊能力者が言うには、残念ですがあなたの娘さんは地獄に落ちました。今まで聞いた中で一番怖かった話です。間違って呼び出しボタンを押してしまった。大学生の時に同じ学校の友達が体験した恐怖体験です。ある夜、友達が私のアパートに駆け込んできました。まるで怖いものを見たように青ざめた顔で、部屋の床にへたり込んだ友達に何があったのかと問うと、こう言ったのです。風呂に入っていて追い焚き機能のボタンを押そうとした時、間違って呼び出しボタンを押してしまった。その時、風呂の外から女の声で、待ってて、今行くからと聞こえてきたのだというのです。友達は結構いい賃貸マンションに住んでいるのですが、実家は地方のため、私と同じ一人暮らしです。彼女もいません。一体誰の声だと思った途端、おかんが押し寄せてきて、震えが止まらなくなったそうです。怖くて風呂から出るのもためらわれましたが、風呂から出ないことには外にも行けない。そんなわけで脱いだ服を慌てて着て、逃げるようにマンションから飛び出してきたというのです。部屋の中に女の人がいたのを見たと、私の問いかけに、友達は小さく、わからない、怖くて脇目も振らずに家のドアまで向かった。でもドアにはきちんと鍵がかかっていて、チェーンもしていたんだ。大学から帰って俺が戸締まりをした。鍵はかかっていた、間違いないんだと、ガタガタ震えながら言いました。結局その日は友達を家に泊めましたが、電気を消さず冷蔵庫に入れてあった酒を浴びるように飲み、なんとか気持ちを落ち着かせていたといった状態でした。そして彼はそのまま実家に帰り、両親がマンションの荷物を引き取りに来たようです。それ以来連絡を取っていないので、その後のことはあの話を聞いて以来、私は
風呂の中で呼び出しボタンを押さないように細心の注意を払っています。私の住んでいるところの近くに小さな道路から大通りに合流する T 字路があるのですが、そこにはきれいにお手入れされている立派なお地蔵さんが佇んでいます。結構にぎやかな道路なのに、なぜこんなところにお地蔵さんがと思うくらいの違和感なのですが、これには理由があるのです。その T 字路は歩道を横切っているため事故が多かったらしいのですが、おかしいのはその死亡率です。通常の交通事故がどのくらいの死亡率なのか分かりませんが、その T 字路で事故に遭われた方はほぼ亡くなっているのです。車と接触したけど大したことないよねという事故でもなぜか亡くなってしまうんだそうです。あまりにも結果が良くない事故が多いため、そこの自治体でお地蔵さんを祀ることになり、現在に至ります。小さな道路からその T 字路に出るまではしつこうくらいの標識と注意書きの看板が出ているので、事故そのものがほとんどなくなったものの物々しい雰囲気が漂っています。その場所に一体何があるのか知るゆえもありませんが、何か魂を拾ってしまう得体の知れない力が働いているとでも言うのでしょうか。力を与えてくれるパワースポットもあれば、逆に奪い取ってしまうスポットも確かに存在するようです。これは2年前の夏、まだ私が途中で入職したての頃、病院で夜勤中に体験した出来事です。その日私は夜勤をする救急室にて患者対応していました。何台か救急車が入り、そのうちの一人、当院かかりつけの患者でした。そこで当直医からカルテが必要と言われ、内科外来へカルテを取りに行きました。救急室と内科外来は場所がかなり離れており、5分くらい歩いてたどり着くところにあります。夜間なので内科外来までの電気は完全に消えており、懐中電灯を持って取りに行くのです。病院勤務は慣れていたものの、やはり怖いなと思いつつ
私はカルテを取りに行きました。やっとの思いでたどり着き、内科外来のドアを開け電気をつけます。やはり夜の病院というのはとても不気味です。実際に何人もの人が亡くなっている場所なので、霊という存在に対して敏感になります。必死で今度の休み何をしようかなどと楽しいことを考えながらカルテを探し、見つけて帰ろうとすると、先ほど開けたドアの前にカルテが一冊落ちていました。見てみると、そのカルテは山中さんという方のものでした。こんなとこにカルテなんて落ちてたかなと思いつつ、元あっただろう場所へ戻しておきました。その時、電話が鳴りました。この時間に内科外来に電話。疑問に思いつつ電話を取ってみると、見てよ見てよとささやくような声がしました。私は真っ青になり、一心不乱に内科外来から抜け出しました。そして救急室に戻り、先輩に今あった出来事を全て話しました。すると先輩は真っ青になりながら私に昔の話をしてくれました。最近までこの病院で働いていた山中という研修医がいたこと、そしてその山中という研修医が夜勤中にトイレで首をつっていて満面の笑みで死んでいたこと、あの声は研修医の山中という方だったのでしょうか。だとしたら、彼は一体何を見てほしかったんでしょうか。カルテの中には何が書いてあったのでしょうか。これは20年ほど前、私が20歳の頃に体験した怖い体験です。私は20歳の時に専門学校へ通っており、そこで仲良くなった友人4人がいました。すべて男性です。仮名として A、B、C、D と呼ぶことにします。2年生の夏休み直前に友人 A がバイト代を貯めて突然車を購入しました。もちろん中古ですが、私たちは全員免許証を持っていたものの、車を購入できるほどの経済力がなかったのでびっくりしたのを覚えています。学生で車を購入する方がすごいですね。車を購入した友人 A の提案で、いつも一緒にいる
私を含む5人でドライブに行くことになりました。そこでどこへ行くかと話し合いになりました。まず行く日は全員がアルバイトの休みを合わせられる日であること、これはまあ問題なかったんですが、どこに行くかで意見が分かれました。私は観光地、 B と C は海、 D は夜景を見に山へと、モテない男同士の話はつきません。ここで沈黙を破り、車の持ち主の A が心霊スポットとして有名な〇〇〇トンネルへ行こうと言い出しました。出発時間は夜の8時。出ると有名だけど、この手の噂のトンネルなんていくらでもあるから行ってみようぜと、全員ノリノリで行くことに決定しました。そして当日、 A が私をはじめ B、C、D を車で拾ってトンネルへドライブする流れでスタートしました。行きの車の中では、霊なんて出るわけないけど楽しみだな、などと若者らしく盛り上がり、1時間半のドライブを楽しみました。目的地のトンネルは旧道にあり、すでに使われていない状態で、自分たちのような若者が肝試しに来る程度のようです。道は狭く、車がすれ違うのがやっとの感じで、なんとも不気味でした。 A は車を走らせ、トンネルを抜けたところで止めました。ここで降りて歩いてトンネルを探検しようという話になりました。全員分の懐中電灯を A が準備してくれたので、各自持ってトンネルへ向かいます。しかしその前に、私は商用を催したので、後から来いと言われて、仕方なく用を出して懐中電灯をつけて皆の後を追う形になりました。ところが、おかしなことが起こりました。ゆっくりと進んでいるはずの4つの懐中電灯の光のうち、1つが止まっていたのです。最初は友人のうちの誰かが自分を待ってくれてるなと思い、急いで懐中電灯の光の方へ行きましたが、なかなか近づかず、そのうち出口へ出てしまいました。出口で待っていたのは A と B と C の3人。 D の姿がありません。あれ、 D は？と聞くと、はぐれたというのです。はぐれたって、トンネルの中は真っ暗とはいえ、一本道で脇道などありませんでした。今なら D の携帯へ電話となるのでしょうが、携帯電話はおろか PHS もポケベルもない時代です。とりあえず探そうとなった私たちは、また誰かがはぐれてはいけないので、お互いに手を握り、
懐中電灯の光をつけて来た道を引き返すことになりました。来た道を引き返している途中で全員気がついたのですが、トンネルの中間地点で懐中電灯の光が点灯していました。さては D が中間地点で自分たちを驚かせるためにふざけてこんなことをやってるんだなと思い安心しました。ですが光はいつまでたっても私たちに近づかず、気がついたら反対側の出口に4人とも出ている状態でした。再度振り向いてトンネルを見ると懐中電灯の光は点灯しています。私はここで先ほども同じことが起きた話をしました。暗くて皆の表情は見えませんが、きっと全員が恐怖で真っ青だったことでしょう。私は初めて冷やというもので服がびっしょり濡れました。映画車で光のところまで行こうと言い出しましたが、やはり車でも光にたどり着くことはなく、ただトンネルを抜け出すだけでした。どうしようもなくなった私たちはそのまま車で警察に捜索願いを出すことにしました。もう夜も遅い上に山の中なので警察もすぐには捜査できず、翌日の朝から探し始めました。警察犬も出ての私たち4人も同行しました。警察犬の数匹はトンネルの中央で足を止め、吠え怯える様子の犬も出ました。しかし D は見つからず、懐中電灯と D が気に入ってかぶっていた帽子だけがトンネルの中ほどに落ちていました。血痕などは一切ありませんでした。警察は事件、事故、失踪などで捜査してくれましたが、結局 D は20年経った今現在も行方不明のままです。一緒に行動していた私たち4人は一時容疑者になりました。警察からも怒られました。私は D のご両親に申し訳ないことをしたと思い、友人4人で謝罪しに行こうと話しました。すると A と B は犯罪をしたわけではないし、謝罪までする必要はない、こちらも警察で容疑者扱いされたといい、謝罪する気はないようでした。私と C は D の両親へ連絡を取り、自分たちが軽はずみな行動を取ったばかりに D が行方不明になってしまったことを謝罪しました。 D 親からは D の分もしっかり生きていくようにとありがたい言葉をいただきました。その後ほどなくして謝罪に行かなかった A と B が立て続けに交通事故で亡くなりました。事故と D の失踪には何か関係があるのか私には分かりません。
近づく子供たち。これは私が20歳を超えたばかりの今から20年ほど前の話です。この頃私はとある地元の警備会社のガードマンのアルバイトをしていました。その頃は体質なのかとても霊感が強くなっていて、3日に1回は金縛りに遭うなど、とても霊的な体験が多い時期でした。地元の浄水センターのガードマンをしていたのですが、巡回地域は広いものの、人が入り込むようなところではなく、本当は夕方から朝まで4回ほど巡回するところを、めんどくさいので2回程度回って、あとは仮眠時間で朝まで眠るという怠慢な勤務をしていました。警備員室は門の脇に専用プレハブ小屋があり、クーラーはないもののうろもしのげ、寒さもひどくなく、割と快適な環境だったことを覚えています。そこで好きな深夜ラジオを聞いたり、趣味の書き物をしたりして、今考えればとても楽な仕事でした。そんなある日のことです。妙に体がこわばっていたので、ああ今日は金縛りに遭うかもしれないなと思いながらも、うとうとしていると、案の定ピキンと金縛りになりました。それとほぼ同時に耳に子供たちがボール遊びをしている声が入ってきました。時刻は午前3時です。子供たちどころか静まり返った浄水場には猫1匹すらいない状況です。背中がドワドワしてきましたが、金縛りが解けないので、私はただひたすら眠っているふりをしていました。ボール遊びをしていた子供たちの騒ぎ声が次第に近づいてきました。複数人いる様子で、おそらく生きていない子供たちなのでしょう。その子供たちはついに私のいるプレハブのすぐそこまで来て、ボール遊びをやめました。真っ暗で姿は見えませんが、私には感じました。大きな窓に顔を引きつけて、何名もの子供たちが私の姿を覗き込んでいるのです。窓の下から上、隅々まで張りつくような子供の視線。私は恐ろしくなって目を閉じて、見えないようなふりをしながらひたすら念仏を唱え続けました。それからどのくらい時間が経過したでしょうか、いつしか子供たちの視線や声は聞こえなくなり、なんとかどこかへ行ったんだろうなと思って安心して眠ろうとすると、今度はとても息苦しくなってきました。息をしようにも
まるで鼻と口を押さえ込まれたように呼吸ができないのです。それと同時にキーンという電子音が耳に響きました。私の場合、このような状況は霊的な存在が近くにいるという証なのです。このままでは窒息してしまう。神様、仏様、どうか助けてください。そう念じながら、私は満身の力を込めて跳ね起きました。その時、目を開いた私の眼前の窓には、紅葉の葉のようなたくさんの小さな手が見えました。それはほんの一瞬で消えましたが、間違いなく無数の子供の手でした。もうすでに夜は明けていて、小鳥のさえずりが聞こえました。あまり考えたくないことなんですが、私は金縛りが解けた瞬間に見た小さな手の大群を一体何だったのかと考えました。一つ考えられるのは、彼らが私が本当に寝てしまっているのかを確かめるためにわざと顔の上に手を置いて、息苦しくなって起きてくるようにいたずらをしたのか、もう一つは彼らを無視して寝たふりをした私に怒り、息の根を止めようとしたのか。調べてみると分かったのですが、水場というのは浮遊霊が集まって来やすいのだそうです。私の勤務していた場所は浄水場。まさしく水の蓄積する場所です。しかもこの体験は8月でお盆の前だったと記憶しています。あの子供たちは私に遊んでほしかったのでしょうか、それとも。誘ったのは誰？これは大学の先輩に聞いた話。先輩が高校生の頃に仲間と連れ立って近所の廃屋に忍び込んだことがあるらしい。その廃屋は小学校から相当奥ない場所にあり、背の高い塀に囲まれて、内側さらに背の高い竹が伸び上がり、周囲を見下ろしていた。昔は小金持ちの家だったとか、公民館のようなものだったとか、いろいろ言われているが、共通してささやかれる噂があった。それは夜遅くにその塀の中から大勢の人間の声が聞こえるというものだ。先輩たちはその噂の真相を確かめに行ったそうだ。時期は夏、時刻は20時を過ぎ、うるさく飛び回る蚊に刺されながら
先輩たちは敷地に忍び込んだそうだ。背の高い壁ではあるが、肝心の門扉が壊れているため侵入は難しくない。壊れた木戸の隙間から入っていくと、伸びきった脱草が膝まで覆い、足元は全く見えない状態。草を踏みながら進む先に剣のハイヤがある。懐中電灯で照らしてみると雨戸は閉じられて、玄関と模式ドアには板が打ち付けられている。用意していた工具で板を外して家の中へ入る。家の中は小ざっぱりしていたそうだ。リノリウムの床には埃が積もり、広い廊下の先には大きな部屋があり、壁には待合室と書かれているフェイクレザーのソファーがいくつか並び、椅子の先にはカウンターテーブルのようなものがある。テーブルに向かって右手に木製のドアが半開きになって、壁には診察室と書かれていた。ハイヤの正体はどうやら昔の診察所だったようだよ。病院だ、やべえと小声で騒ぎながら、先輩たちが診察室に入ろうとすると、その背後に人の気配を感じた。それも一人じゃない、二人でもない。咳払いが聞こえた、ため息が聞こえた、苦しそうな息遣いが聞こえた。誰とはなく振り返ると、真っ暗だったはずの室内がなぜか昼間になって、ソファーに何人もの老人が座っていたそうだ。苦しそうに咳をする老人、和やかに話をしている老婆たち、その間をナースが歩いて話しかけている。突然のことに思考が追いつかず、ただただそこに突っ立っていると、カウンターの内側から「次の方どうぞ」と声がかかり、診察室から若いナースが先輩たちを手招きしていた。先輩の友人がふらりと一歩踏み出した時、急に嫌な匂いが鼻をついたそうだ。強烈な鉄錆の匂い、その匂いで我に返り、逃げ出そうと再び視線を待合室に戻すと、周りは真っ暗。しかし濃密な人の気配が。先輩たちは訳も分からず大声を上げて逃げ帰ったそうだ。特に怪我人もなく帰ってこられ、その後たたりというようなものもないそうなのだが、一つ気になっていることがあると言っていた。誰がハイヤー探検を言い出したのか誰も覚えてないんだよ。ハイヤーに呼ばれたのか、それとも忘れられたもう一人がいたのだろうか。
エリーさんの電話。とある家族が引っ越しをすることになったのだが、その際に女の子がメリーと呼んで大事にしていた人形を誤って捨ててしまった。とても悲しんだ女の子を哀れに思った両親は、新しい人形を買ってあげるからと並べて、女の子もしぶしぶ納得した。新しい土地での生活も慣れ、女の子もやがてメリーという人形の存在を忘れていった。そんなある日夜、家に電話がかかってきた。両親がまだ帰宅していないため、女の子は電話に出る。もしもし。もしもし。どなたですか。私メリーさ。今ゴミ捨て場にいるの。え。電話はそこで切れてしまった。メリーといえば私がなくしてしまったあの人形だ。いたずら電話だと思ったが、なんとも不気味だ。すると直後、また電話が鳴り響いた。また来たと思いつつも、両親からの電話かと思って、女の子が受話器を取った。もしもし、お母さん。私メリーさん、今、〇〇駅にいるの。また電話が切れる。〇〇駅といえば、女の子が住んでいる地域の駅。いたずら電話にしては何かおかしいと女の子は思い始めていた。そしてまた、電話が鳴り響く。またメリーさんなんじゃ、と思ったが、女の子は母親からの電話だと自分に言い聞かせて受話器を取った。もしもし、お母さん、早く帰ってきて。私メリーさん、三角三角の前にいるの。三角三角といえば、女の子の家からすぐ近くにあるお店だ。女の子はいたずら電話の主が次第に近づいていることにこの時気づいた。言いようのない恐怖が女の子の心をむしばみ始めた。何かやばいと思った女の子は、母親の携帯電話へ連絡しようと受話器を取った。するとほぼ同時に電話を受けてしまった。恐る恐る受話器を耳に当てる。はい。私メリーさん、今バツバツちゃんのお家の前にいるの。
女の子は戦慄した。バツバツという自分の名前を言った上に、なんと自分の家の前に電話の主は来ているのという、あまりの恐怖に女の子は電話の線を抜き、玄関から外の様子を伺った。外には誰もいない。電信柱の街灯が道路を不気味に照らし出していただけた。いても立ってもいられなくなった女の子は、玄関の鍵がかかっていることを確認して、自分の部屋に閉じこもろうと玄関に鍵をかけた。するとその瞬間、電話線を抜いたはずの電話が鳴り響いた。鳴るはずのない電話が鳴った。もう訳が分からなくなった女の子は、恐怖と怒りをあらわにして電話に出た。あなた一体何なのよ、いい加減にして。私メリーさん、今あなたの後ろにいるの。娘だけに見える顔。現在小学5年生の娘が3歳くらいの時の話です。小さい子供には霊感があるとよく聞きますが、まさしく私の娘もそうでした。よその家を見て、窓に骸骨がいるよとか、玄関を指さしておじさん入ってきたよと言ったり、あまりにも娘がケロッとしているので、初めは冗談を言っていると思ったんですが、ある日私の携帯で写メを撮って遊んでいる娘が不思議な写メを撮りました。その写メには空が映っているのですが、画像の中央には人の目が一つだけはっきり映っているのです。それを私に、お空にお目目があるよと無邪気に笑いながら見せてきたので驚きました。と同時に、今まで言ってた不思議な話は本当だったのかなと思えるようになってきました。娘の発言で一番怖いと思ったのは、娘と二人だけで私の部屋でお人形遊びをしていた時のことです。私の部屋には帽子がいくつか壁に飾るようにかけてあるのですが、その帽子の方を指さして娘が笑っているのです。壁に背を向けて座っている私は、どうしたのと聞くと、娘はニコニコしながらこう言ったのです。お顔が出てる。指さしているのは壁にかかった帽子の人です。私の背後にある帽子を恐る恐る振り返って見たのですが、私には何も見えませんでした。小学校5年生になった娘ですが、その時のことを覚えていないようです。そして今では霊感もないようで、やっぱり小さい頃にだけある
特別な能力だったのでしょうか。そう思っています。恐怖という感情、あれは私が子供の頃、幼稚園児ぐらいのことだったと思います。その頃私は夜になるとよくパパに連れられて公園にお散歩にお出かけしたものでした。だいたい30分ぐらい夜の公園を巡って帰るのですが、昼間遊んだ公園とは全く違って見えて、ちょっとした冒険をしているような感覚でワクワクしたものでした。ある日のこと、この日は泊まりに来ていたいとことパパと3人でいつものように夜の公園へお散歩に出かけました。自宅から200メートルぐらいのところにある公園で、昔は今ほど街灯も少ないので日が暮れたばかりだというのに真っ暗に感じられました。近所の公園は割と大きく、公園の真ん中には冬場は軽くスキーができるような2つこぶの山があって、その周辺がサイクリングロードで囲まれているような構造をしていました。公園に足を踏み入れてすぐにベンチに女の人が座っているのを見かけました。その女の人の髪は長くて、ちょうど斜め右後ろから眺めていたのですが、長い髪のせいで顔は見えません。その女の人は真っ暗だというのに雑誌のような本を読んでいました。読んでいるというよりもしきりにページをめくっていました。バサッバサッというページをめくる音が何かその女の人の感情を表現しているかのようで、私は心のどこかでお化けかなと、その状況から判断できる最も妥当な回答を思い浮かびました。しかしお化けなどそれまで見たこともなく、さらに好奇心の方が上回っていたので、その女の人の顔を見たいという衝動に駆られました。右足を一歩踏み出して、その女の人の顔を見てやろうと動いた瞬間でした。あれ、この角度なら顔が見えてもおかしくないのにな。なぜか女性の顔が見える位置まで移動したのに、女性の顔が見えません。言うならば、私が一歩踏み出すと同時に同じ方向へ女の人の周囲だけがその角度分回って見えなくなったという感じです。その時私のちょうど右側から、何してるの？といとこが話しかけてきました。そしてその日はそのまま帰宅しました。ですが公園の外に出てそろそろ家に着くという頃に、いとこがあのベンチに座っていた女の人、顔がないからお化けかと思ったと言ったのです。それを聞いたパパは一目散に逃げろと言って走ってしまい、私たち二人も後を追うように逃げました。
ここで不思議なことに気づきました。私といとこはお化けかなと思っていたものの、逃げよう、怖いとは思ってなかったのです。一方、大人のパパはその後ものすごく怖がっていました。私といとこの結論は、子供はお化けは怖くない、怖いって知らされる以前の状態なのだ。お化けが怖いというのは、周囲の影響にさらされた結果で、それを怖いものだと認識させられてしまうだけの感覚、学校もしくは洗脳なのかと今でも思っています。美人の肩こり。これは私が大学の頃に知り合った超美人な友人の話です。彼女は芸能人に例えると某清楚系大人数グループのアイドルセンターで活躍されている方に似ているほどの容姿を持っていました。彼女くらいの美人さんだと、もはや女性からは嫉妬の対象ではなく、崇拝の対象となり、私は例外ではなく、崇拝していました。男性にも、女性にも、モテモテの彼女ですが、繁華街に行けば、スカウトマンからの声かけも日常茶飯事です。彼女といるとナンパとスカウトの2つで行列ができることもあり、あまりの注目ぶりはただただ驚きました。そんな超美人の彼女ですが、私は知っています。ルイ・ヴィトンのバッグに密かに忍ばせていたもの、それはアン・マル・ルツ・ヨコヨコでした。20歳前後なのにアン・マル・ルツ・ヨコヨコが手放せない彼女は、これいいわよといつも私に勧めていました。そんな彼女と久しぶりに再会したとき、ちょうど肩こりを感じてアン・マル・ルツ・ヨコヨコを使っていた私は、本当にこれいいねと話を振ったら、彼女は思い出すようにこう言いました。実はね、私もうアン・マル・ルツ・ヨコヨコいらなくなったの。理由を聞くとこんな答えが返ってきました。この前合コン行ったの。そしたらある男性から、あなたの背中にたくさん乗ってますよって言われた。そこまで聞いた私は、その男性が美人の彼女の気を引こうと新手の口説きをしただけだと思いました。さらに彼女はこう続けます。背中に向かって塩をまくといいよと言われ、すぐに実践したの。
翌朝、昨晩塩をまいたとこなんてすっかり忘れてたけど、肩の異常な軽さを思い出したの。それからアン・マルツ、横横は使ってない。肩こりの原因が幽霊なのかわかりませんが、彼女のように類まれな容姿を持つ女性は、あちらの世界の方々にも疲れているのでしょうか。カルさん、私には双子の姉がいます。これは私たちが10歳の頃の冬休みに家族揃って父の実家へ泊まりに行った時の話です。そこへ行くのは本当に久しぶりで、年の近い親戚や祖父母に会えることがとても楽しみだったのですが、まさかあんな怖いことが起こるだなんて思いもしませんでした。父の実家は山口県にあり、周りはポツンポツンと民家があるくらいで、昼間でもあまり人通りはありません。それでも子供にとっては、普段行かない場所というのは、冒険心に満ち溢れており、ついて早々、姉と共に遊びに出て行きました。姉と、懐かしいね、なんて話しながら、田んぼに挟まれた一本道を歩いていると、向こうから足を引きずった女の子が歩いてくるのが見えました。道幅はとても狭いので、その女の子が先に通ってから私たちも先へ進もうと思い立ち止まりましたが、不意に姉が私を強く引っ張り、元来た道を戻ろうとしたのです。どうしたのか聞いても、いいから急いで帰るよ、としか言わず、そのまま私は父の実家に帰りました。玄関に着くと、祖母が迎えに出てくれましたが、顔面蒼白な姉を見てとても驚き、何があったのか聞いてきました。すると姉は、そこの一本道で英子ちゃんを見かけたけど、英子ちゃんじゃなかったと泣き出しました。英子ちゃんとは親戚の子で、私たちより3歳年上の女の子です。以前は山口に来た時はよく遊んでいたのですが、あの時見た人は腰まで伸びた髪もぐちゃぐちゃで、服も泥で汚れており、面影は全くありませんでした。姉の話を詳しく聞いたところ、足を引きずっていた女の子は、英子ちゃんに似ていますが、違う化け物で。本物の英子ちゃんは、
その化け物の引きずっている足を掴んで引きずられているというのです。姉の話を聞いた祖母は、カルさんが出たんかと言い、部屋の中へ急いで入ってしまいました。その後両親は祖母に、何もないから心配するなと言われ、無理やり寝かしつけられました。そしてまだ数泊する予定だったのを切り上げて、翌朝早くに自宅に戻ることになったのです。あの時のことはしばらく親に聞いても何も答えてくれませんでしたが、先日やっと、もう大人になったしと教えてくれました。どうやらカルさんというのは方言で借りるということらしく、あの地域では昔から時々亡くなった人間が生きている人間の体を借りて歩き回るということがあるのだそうです。誰かで構わず借りるわけではなく、亡くなった人と近しい人の体を借りることが多いらしく、あの A ちゃんだと思った人は数年前に亡くなった A 子ちゃんのお母さんだったそうです。カルさんは体を借りて歩き回って気が済めば、かっこそれが何時間後か何日後かは分かりませんが、元に戻れるらしいのですが、その間体を取られた本人は体の一部にしがみついていないと戻れなくなってしまうそうです。でもカルさんが借りるのは今まで成人のみで、子供の体を借りることはこれが初めてとのことでした。子供の体に大人の魂では体が衰弱してしまうと、あのあと祖父や親戚たちがお坊さんを呼んだりして大騒ぎだったそうです。結局祈祷師さんか誰かがカルさんを引き離して事なきを得たそうですが、A子ちゃんは数週間ほど入院したらしいです。私にはあの時しがみつく A 子ちゃんは全く見えませんでした。しかし姉にはしっかりと必死の形相で足を掴んでいる A 子ちゃんが見えていたそうです。カルさんも恐ろしいですが、姉の知らない部分も垣間見えて怖くなった出来事でした。おーい。これは大学生の頃、友人たちと海に遊びに行った時の話です。なお、以下に出てくる人名は全て仮名です。その日僕は友人である田中と佐藤の男3人で海へと遊びに行きました。具体的にどこへ行こうと決めていたわけでもなく、なんとなく海際を車で流して、空いている砂浜が見つかったら適当に遊ぼうとか、まあそんな感じの集まりでした。
おい、ここでいいんじゃねえの。バカ、めっちゃゴミだろ。もっと空いてるとこがいいよ。お互いそんなことを言いながら車を走らせてるうちに、人の多い海水浴場から少し離れた岩場混じりの砂浜発見。沖合でウィンドサーフィンをしている人たちがいる。他はほとんど人もおらず、いかにも穴場っぽいその雰囲気が気に入った僕たちは、車を止めてそこで遊ぶことにした。海に入る前、皆で持ち込んだ浮き輪やフロートマットをシュコシュコと空気入れで膨らませます。正直僕はあまり水泳が得意ではなく、浮き輪は生命線。その点で言えば田中も里はもうどっこいどっこいです。水遊び自体はなかなか楽しいものでした。人のいない海は快適で、天気も快晴、絶好の海水浴日和です。ビーチボールで遊んだり、フロートマットで水辺を漂ったり、そうやって海遊びを満喫していると、田中がトイレに行ってくると言い出しました。しょんべんならそこら辺ですればいいじゃん。うるせえ、大だよ大。向こうの海水浴場にトイレあるの見えたから、ちょっとそこまで行ってくるわ。田中を見送った後で、僕はなんとなく休憩する気分になり、波打ち際に置いたフロートマットに寝転がりました。それから10分ほど経ったでしょうか。マットの上で少しうとうとしていると、海の方から人を呼ぶ声がして、僕は目を覚ましました。おーい。どこから呼んでるのかと周りを見渡すと、少し沖合で佐藤らしき人影がこちらに向かって手を振っているのが見えました。おーい。なんだ、なんかあったのか。おーい。声をかけましたが、向こうは聞こえてないのか、こちらに向かって手を振るばかり。仕方がないので佐藤のいる沖へ向けてフロートマットをこぎ出します。おーい。お前何やってんだ、大して泳げないくせに。おーい。近づきながら声をかけますが、こちらが何を言っても向こうは、おーいと繰り返すだけです。一体何なんだといぶかしんで、ところで僕は気づきました。かっこ、え、あいつ誰だ。背格好が似ていたので、なんとなく佐藤だと思い込んでましたが、よく見ると全くの別人です。しかも相手は浮き輪すらつけていません。僕より水泳が苦手な佐藤がこんなところまで浮き輪なしで来られるわけがないのです。いつの間にか呼ぶのをやめ、無表情のままじっと
こちらを見つめているその男。僕はゾーッとし、慌てて向きを変えて砂浜に戻ろうとしました。しかし潮の流れが速く、いくらバタ足でフロートマットを押しても一向に砂浜へ戻れません。そうしているうちにガッと何かに右足首をつかまれました。ぐいぐいとものすごい力で海に引きずり込まれ、必死になってもがくものの、ついにはフロートマットからも手が離れてしまいました。かっこやばい、死ぬ、助けて、水を飲み、もうダメだ、そう思ったギリギリのところで、僕はたまたま近くにいたサーファーに助けられました。助けられるのがあと少しでも遅かったら本当に危なかったところです。僕はサーファーボードに引き上げられ、息も絶え絶えながらなんとか砂浜にまで帰り着きました。海から上がった僕のそばに、驚いた顔をした田中と佐藤の二人が駆け寄ってきます。おい、お前大丈夫か。すいません、友人がご迷惑を。おかげで助かりました。いや、早く気がつけてよかったですよ。ただ何があったんですか。田中の言葉にサーファーの人が答えました。ここで泳ぐのもうやめた方がいいですよ。そちらの人をボードに引き上げた時、見えたのですが、その人の足に水中から男がぶら下がっていたんです。あれは多分人間じゃありませんよ。こっちも怖くて、もうちょっとで手を離すところでした。僕の右足首には人の手の形をしたあざがくっきりと残っていました。当然もう泳ぐところではなくなり、僕たちは慌ててその浜から逃げるように立ち去りました。後で聞いた話によると、その場所は離岸流が多発するせいで遊泳禁止となっており、地元の人間は絶対に泳がない場所なんだそうです。今でも、おーいと呼ぶ声を聞くと、当時の恐怖を思い出します。会社の同僚が亡くなった。フリークライミングが趣味の K というやつで、俺とすごく仲が良くて、家族ぐるみ、かっこ俺の方は独身だが、での付き合いだった。 K のフリークライミングへの入れ込み方は本格的で、休みがあればあっちの山、こっちの崖へと常に出かけていった。亡くなる半年くらい前だが、急に K が
俺に頼みがあると話してきた。なあ、俺がもし死んだ時のためにビデオを撮ってほしいんだ。趣味が趣味だけに、いつ命を落とすかもしれないので、あらかじめビデオメッセージを撮っておいて、万が一の際にはそれを家族に見せてほしいということだった。俺はそんなに危険なら家族もいるんだからやめると言いたかったが、クライミングをやめることだけは絶対に考えられないと K はきっぱり言った。いかにも K らしいなと思った俺は撮影を引き受けた。 K の家で撮影したらバレるので俺の部屋で撮ることになった。白い壁をバックにソファーに座った K が喋り始める。K です。このビデオを見ているということは僕は死んでしまったということになります。〇〇かっこ奥さんの名前、バツバツかっこ娘の名前、今まで本当にありがとう。僕の勝手な趣味でみんなに迷惑をかけて本当に申し訳ないと思っています。僕を育ててくれた父さんお母さん、それに友人のみんな、僕が死んで悲しんでるかもしれませんが、どうか悲しまないでください。僕は天国で楽しくやっています。皆さんに会えないことは残念ですが、天国から見守っています。バツバツかっこ娘の名前、お父さんはずっと空の上から見ています。だから泣かないで笑って見送ってください。ではさようなら。もちろんこれを撮った時 K は生きていたわけだが、それから半年後本当に K は死んでしまった。クライミング中の滑落による事故死で、クライミング仲間によると通常もし落ちた場合でも大丈夫なように下には安全マットを引いて登るのが、この時はその落下予定地点を大きく外れて落下したため事故を防ぎきれなかったのだそうだ。通夜告別式ともに悲惨なものだった。泣き叫ぶ K の奥さんと娘、俺も信じられない思いだった。まさかあの K が。一週間が過ぎた時に俺は例のビデオを K の家族に見せることにした。さすがに落ち着きを取り戻していた K の家族は、俺が K のメッセージビデオがあると言ったらぜひ見せてほしいと言ってきたので、ちょうど初七日の法要がある時に親族の前で見せることになった。俺が DVD を取り出した時点ですでに泣き始める親族、これも供養になりますからぜひ見てあげてくださいと DVD をセットし再生した。ブーという音とともに真っ暗な画面が10秒ほど続く。あれ、撮影に失敗したのかと思った瞬間、真っ暗の中に突然 K の姿が浮かび上がり喋り始めた。あれ、俺の部屋で撮ったはずなんだがこんなに暗かったか。K です。このビデオということは僕はてしまっています。〇〇かっこ奥さんの名前、バツバツかっこ
娘の名前。今まで、ありがとう。K が喋る声に混ざって、さっきからずっと鳴り続けている。ブーという雑音がひどくて、声が聞き取りにくい。僕を育ってくれたお父さん、お母さん、それに友人のみんな、僕が死んで悲しんでるかもしれませんが、どうか悲しまないでください。僕は、バツバツ、かっこ娘の名前。お父さん死んじゃう。死にたくない。死に。死にたくないよ。背筋が凍った。最後の方は雑音でほとんど聞き取れなかったが、 K のセリフは明らかに撮影時と違う断末魔の叫びのような言葉に変わり、最後 K が喋り終わるときに暗闇の端から何かが K の腕を掴んで引っ張っていくのがはっきりと見えた。これを見た親族は泣き叫び、 K の奥さんはなんてものを見せるんだと俺につかみかかり、 K の父親は俺を殴りつけた。奥さんの弟は、 K 兄さんはいたずらでこういうものを取る人ではないとなだめてくれた。おかげでその場は収まったが、俺は土下座をして、すぐにこの DVD は処分しますと言ってみんなに謝った。翌日 DVD を近所の寺に持って行ったら、処分をお願いしますという前に住職が DVD の入った紙袋を見るやいやや、ああそれはうちでは無理ですと、代わりにここなら除霊してくれるという場所を教えてもらい行ったが、そこでもえらいとんでもないものを持ってきたねと言われ、そこの神主、かっこ霊媒師によると、K はビデオを撮った時点で完全に地獄に引っ張り込まれており、なんで半年ながられたのかわからない。本来なら、あの直後に事故に遭って死んでいたはずだ、と言われた。